皆さんこんにちは、ワナリグルビーです。では今回は大戦略鋼鉄の旋風日本軍プレイの続きやっていきたいと思います。でシンガポール攻略戦を行ってるんですけども、まだまだシンガポールまで遠くてですね、チョーク南下していく必要があって、肝心のシンガポールはここです。だいぶ遠いですね。イギリス軍海軍も展開しています。まあ有名なところで言えばプリンスウェールズなんかもいたりしますので、これらを撃破しながらですね、まあ、しっかり戦果を取っていきましょう。ここにいますね、プリンス・オブ・ウェールズ。さらにレパルスもここにいます。この2隻の撃沈は早めにやりましょう。艦艦をここに用意してありますので、まあ、艦艦でしっかり魚雷を搭載した状態で出撃できればいいかなと思います。では時間を進めていきます。この大戦略、鋼鉄の旋風なんですけども、面白いは面白いんですけど、時間が結構かかりますね。やっぱり他の、まあ、大戦略、特に現代大戦略とかに比べるとプレイはすごく今のところしやすいなというふうには感じてますので、まあ、このまましっかりシンガポール攻略してですね、イフのステージ、イフのシナリオへと入っていければいいかなというふうに思ってますので、ぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。ここは駆逐艦ですね。撃沈しておきます。まあ、狙いはあくまでもここにいる、ウェールズであったり、レパルス。まあ、こういうところが目的、目標にはなりますので、まあ、ここに向けて出撃をしていくというところですね。空港があまりちょっとないので、魚雷を回復させる。まあ、その必要がありますね。魚雷は一発しか持っていないので、まあ、魚雷で攻撃するためには、一発撃ったら、基地で魚雷をね、回復させるっていう必要がありそうです。まあ、なんとかここ、魚雷攻撃、できるようにね、補給をしましょう。で、味方の方ですけども、第18軍の方から救急の艦爆が出撃しています。これが先に、プリンス・オブ・ウェールズ、あるいはこのレパルス、沈めてしまうっていう可能性もあるので、まあ、それはそれでね、状況を見ながら、どういう立ち回りするか決めていきましょう。では主力部隊は南下を続けます。こちらは冷戦ですね。まあ、冷戦もハリケーン相手であれば干渉してくれるとは思います。この時点の冷戦は、まあ、ほぼ無敵と言ってもいいですからね。さらにこちらはハヤブサです。回復してから進撃続けます。第18軍がしっかり攻撃してくれてですね、プリンス・オブ・ウェールズはもう撃沈間近まで来てます。これはおそらく第18軍が仕留めてくれるのかなと思いますね。一方、レパルスの方がこちらに近寄ってきてるので、まあ、これ早めに撃沈しておきたいかなと思います。97の艦艦を出撃させて迎撃に当たりましょう。でですね、ちょっと空港があまりないので、軽空母一隻ここに作りました。で、この軽空母で航空機のね、離発着、それと補給、これの、ま、支援を行っていきたいと思います。ま、コストは少しかかりましたけども、これは必要な戦力と割り切っていきます。ここでプリンス・オブ・ウェールズ第18軍が撃沈してます。さらにレパルスに対しても第18軍が攻撃仕掛けてくれてますね。これ美味しいとどめを刺すところを逃さずに97の艦艦で仕留めたいところですよね。ではレパルスに対して97の艦艦で魚雷攻撃で撃沈という段取りうまく決まりました。これで軽空母を出して、まあ、まずは南下作戦する航空隊の支援を行っていきたいと思います。で南下する部隊のまあ航空隊なんですけども、やっぱり救急の艦爆ですかね。敵の、まあ、基地あるいは司令部なんかを攻撃するには救急の艦爆が一番いいと思いますので、救急の艦爆を何機か出しましょう。で軽空母で補給しながら南下するという作戦ですね。軽空母搭載数が2機しかなくて、ちょっと数が、まあ、言ってみれば
物足りないところありますので、もう一隻作っちゃいましょう。これで軽空母。まあ、二隻体制ということになりますね。二隻体制であれば、まあ、四機の航空機に同時に補給、これができるので、まあ、効率が良くなるかなというふうに期待をしています。では、軍をまた進めていきます。さ、では、まあ、マレー半島のちょうど中心部ぐらいになりますけども、ここの空港、ダッシュできますね。ここの空港を取れると、またさらに前線、特に航空機部隊の前線を押し上げられるので、有利に戦いが進められそうですね。ゴリゴリ押していきます。まあ、ハリケーンなんかも、ハヤブサクラスであれば十分に撃退、倒すことができる、まあ、それくらいのね、能力差ありますからね。倒していきます。部隊の方なんですけども、軽空母2隻を伴って航空隊は、マレー半島の東側を進出しています。まあ、ここ順調に進んでるんですけども、この先でですね、ここ、イギリス軍が展開していて、まあ、うまくこちらが、ここを突破できないという状況になりそうなところ見つけましたので、ここに関してはですね、艦爆隊を出して、ちょっと支援をしていこうかなと思います。さらに駆逐艦なんかも展開しているので、これは急な観光で撃破して進んでいきましょう。そのため、まあ、救急の艦爆はもう少し配置をしていきたいところなんですけども、ちょっと部隊数の上限に引っかかってしまっているので、何かの部隊が撃破されてしまったらですね、その代替として、救急の艦爆を配備していこうかなと思います。失敗だったのがですね、ここがダブついてしまってるんですけども、ここがですね、川があって先に進めないんですね。迂回して、また、この川がないところ、橋がかかってるところから進んでいく必要があるので、ちょっと時間がかかりそうです。歩兵は川は渡れるんですよね。戦車とか車両系は、まあ残念ながら川は渡れないというのもあって、ちょっと時間がかかっているところにはなっています。ただ、冷戦とかハヤブサとか、まあ割と最新鋭機を進出させているので、まあ時間がかかったとしてもここはコツコツ潰しながら進んでいければ突破はできるというふうに思っています。まあ、前線でいかに航空基地を確保していくかっていうのがね、この後の攻略に大きく寄与してくるところだと思いますので、まあ、しっかりいい基地は確保しながら進んでいきましょう。ではこっからですね、2つ目の敵中央司令部に攻撃を仕掛けていきたいと思います。はやぶさ、あとは冷戦、まあ、この辺りを使ってですね、一気に拠点攻略というところを目指していきたいと思います。さあ、ここに駆逐艦いますので、これ97の観光で撃沈しておきます。まあ、このために連れてきたと言ってもいい観光ですからね。艦上攻撃使って駆逐艦を撃沈していきます。他にもいないかどうかという探索はしながらですね、軽空母を前に出していきます。で、軽空母には冷戦、さらに艦爆、この辺りと今使った艦庫、補給しながら進んでいきましょう。基地司令部、二つ目ですね。これで攻略完了できそうです。ちょっと時間はかかりましたけど、無事に進撃できてきてますね。このまま、残る敵、最後の一つの拠点も、攻略ね、始めていきましょう。はい、ではキリがいいので今回はここまでさせていただいて、次回はですね、このマップ最後の敵の拠点シンガポール目指していきましょう。ちょっと遠いですけどね、一歩一歩前に進んでいきましょう。シンガポールは僕も大好きな国なんで楽しみですね。